あったのでやるんです。はい、そのいいけどもですね、いい直すけっぽうという方がいらっしゃるんですけども、この方はですね、江戸時代に日本が鎖国状態になった時に、開国まで導いたとても偉いお方でございます。この方が生まれられて、これ今年で200年ちょうど記念になりますので、今年ちょうどそのイベントがございます。しかしこれちょっと広告を僕も手伝ってくれるかな。はい、いろんなことをやらせていただきます。一つはですね、彦根城の中にある天秤櫓という、国の重要文化財になっておるものなんですけども、こちらの中で 3D シアターなど行われます。内容としては井伊直輔公のお話を 3D シアターで行うことによって、より分かりやすくお子さんでも楽しめる内容となっておると思います。またですね、それ以外にも彦根城の麓にあります彦根城博物館では、井伊直輔公の実物の歴史的な物品も用いて展示を行っております。その 3D シアターはちょっと分かりやすい内容になっておるんですけども、本当の歴史好きの方も満足いただけるようなコアなアイテムも並べさせてもらってますので、満足、大人の方も満足していただけるかと思います。はい、またそれ以外にもですね、いろんなイベントを企画しておりますので、ぜひこういったいろいろこれから夏に向けて彦根市イベントいっぱいやっていきますので、ちょっとここから遠いですけれども、近畿の方に足をお運びの際は彦根にも立ち寄っていただきたいなと思います。はい、ではですね、今日せっかく福島まで来ました、今夜広告を預かる、今日ちょっと先ほど言いましたように、彦根には彦根城という国宝のお城がございます。この国宝のお城に関してですね、ちょっと関係のあるキャラクターをステージに呼びたいと思います。では島根っ子さん、ちょっとステージお願いできますか。今日ですね、その国宝、これから島根県のお城が国宝に なるということで、同じ国宝を持つ彦根城のひこにゃんと一緒にツーショットで写っていただきたいと思います。で、国宝になられましたお祝いにひこにゃんから島根県のプレゼントがあります。はい、じゃあひこにゃんちょっと渡してあげてくれるかな。ひこにゃんのひこにゃんグッズの詰め合わせになります。どうぞお受け取りください。おめでとうございます。はい、あ、お礼がある、そうです。島根っ子さんからお礼で。何かこう。カードとかシールとかもらえるみたいですね。やったね、ひこにゃん。ありがとうございます。かがんでいただいて申し訳ないです。ありがとうございました。そうしましたら、こうやってですね、お二人でプレゼント交換したということで、記念撮影をして、今日のステージは終了とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
ました。はい、ひこにゃんどうもありがとうございました。そして島根子もね、来てくれてどうもありがとう。はい、ひこにゃんありがとうございました。はい、ひこにゃんが来るとなんか空気感が変わりますね。はい、ありがとうございました。